年もの間眠り続け、目覚めた後仲間と共に邪悪な者たちとの戦いへ。神竜様はまごうことなきおとぎ話の登場人物そのものです。そうなのでしょうか。はい、神竜様ほど特別な人はそうそういません。決して平凡な人生を歩むことはなく、刺激と興奮に満ちた人生を歩む運命。ああ、羨ましいです。神竜様、いろいろな人の思いを背負い戦う、その人生に後悔はありません。平凡な人生を歩むことはない、それも本当のことなのでしょう。でも私にとっては平凡こそが羨ましいと思う時があるなと。ごめんなさい、おとぎ話のような生き方に憧れるあまり、つい神竜様のお気持ちを考えることができませんでした。本当に申し訳ありません。クロエに悪気がないのは分かってますよ、謝らないでください。ですが、それでは私の気が収まりませんわ。そうだわ、お詫びに何か美味しいものをご馳走させてください。昨日珍しい深海魚の酢漬けを手に入れたんです。気を失うほど酸っぱいですが美味しいですよ。今お持ちしますのでぜひ召し上がってください。大丈夫です、それは気持ちだけで十分ですから。ホガート、自警団の活動お疲れ様です。このぐらい朝飯前だよ。今日は人々の揉め事もなかったし、異形兵だってほとんど現れなかった。こんな日が毎日続いてくれればいいんだけどね。そうやって明るい笑顔で人々を守る姿がホガートが慕われる秘密なんですね。仲間としてあなたのことを頼もしく思います。そんな大げさな、さすがに照れちゃうよ。あ、でもさ、そんなに褒めてくれるなら二人で食事でもどう？食事？神竜様と私的な会話もしてみたいんだよね。そう、好きな人のタイプとか。それはちょっと。人に言えない恥ずかしい願望でもいいよ。もっとダメです。ホガートの明るい性格は素晴らしいですが、その軽いところは問題ありだと思います。何事も気軽に行くのが一番だよ。軽くない俺なんて俺じゃないだろ。まあそうですね、軽くないホガートは想像がつきません。そこがあなたのいいところなのかもしれませんね。このみずみずしく青い香り、うまそうだな。そうだな、摘みたての草はいい匂いだ。これでソラネルの草むしり終わり。ボネ、今日の自警団の活動はこのぐらいにしておこうぜ。草むしりは自警団の活動と言えるのだろうか。何言ってんだよ、俺たちが活動すりゃ何でもそうなるんだよ。ここには族は来ないけど、ソラネルをいろんな脅威から守らないとな。そうだな、特に雑草は容赦なく土壌を襲う。ところでボネ、今回も宴で出す料理よろしく頼むな。任せておけ、いつも通り完璧な料理を振る舞おう。話が早くて助かるぜ、さすが親友。こちらも仕事がもらえて助かっている。そういえば今回の宴には有名な料理評論家も来るらしいぜ。料理評論家？ボネの腕の見せ所だな。面白い、ならば今回は新しい創作料理を出してやろう。私の料理に評論家が舌鼓を打つその瞬間をしっかり見ておいてくれ。
それならボネも宴に参加して自分の目で確かめたらどうだ。騒がしいのは苦手なんだ。雑味を感じる料理のようにな。残念だぜ。感覚が鋭いのも考えものだな。宴が終わった後感想を聞かせてくれ。それで十分だ。おう、わかった。ボネの料理楽しみにしてるからな。バンドレさんは聖地リトスでルミエル様に仕えていたんですよね。ああ、直属の世話係だった。それがどうかしたのか。俺、同じ聖職者としてあなたのことを尊敬しているんです。聖地リトスでルミエル様に仕えるなんて聖職者にとって憧れの存在ですので。そうだったのか。憧れと言われると照れくさいな。バンドレさん、よかったら俺に当時のことをいろいろ教えてくれませんか。それは構わんが、この場で立ち話というのもな。でしたら俺が主催している食事会に来てください。食事会？はい、食事会といっても気軽なものですので、どうかご安心を。若い信徒が教会に集まり、平和を願い、神様に歌や舞を捧げるのです。歌に舞、素晴らしいではないか。今は大変な時期ですが、娯楽は必要ですので、それを兼ねています。なるほど、考えているのだな。バンドレさん、来てくださいますか。もちろんだ。そのような素晴らしい会、断るわけにもいくまい。ありがとうございます。楽しみにしていますね。いるととっても安心するの。気持ちがポカポカしてくるみたい。私もチキと過ごす時間に癒されているわよ。私たちいい組み合わせになったみたいね。そうだ、またお話聞かせて。こないだ話してくれたおとぎ話面白かった。ええ、では横に座って。眠くなったら寝ていいわよ。起きるまで一緒にいてあげるわね。
行く。出番か。Thank you.